そうですね、あえて言うのは本当なんかいつものアニメじゃない感じっていうのがエッジランナーズのちょっと見どころというか、そういう少し、まあ、アニメ特有のこう良さももちろん生かして作ってはいるんですけども、まあ、そこから少しずらした部分がちょっと目新しさで興味を引くんじゃないかなとは思ってます。Hello everyone, I'm Joe the Anime Man and I'm here at Netflix、and I am doing an interview right now for the brand new Cyberpunk Edgerunners anime with none other than founder and director of Studio Trigger, Otsuka-san. よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はちょっとあのサイバーパンクのアニメの話でちょっといろいろと掘り下げていきたいなと思いますので、はい、まあ僕結構前からそのトリガー、もちろんトリガーの作品僕個人的に全部見たことがあって、ありがとうございます。大好きな。ありがとうございます。まああのサイバーパンクの、まあ元々ゲームだったものをその日本でアニメ化するっていう形にするのは例題としてはさほどそんなにないですよね。そうですね。もうだからその作るときに、うん、ああいう感じかなパッと思い浮かばなかったですからね、うん、ちょっとこうどうなるんだろうって気持ちは確かにありました。でもちろんトリガーとしては初の試みですよね、はいはい、それにあたってそのトリガー側で、まあ、多分いろいろ新しいチャレンジが出たと思うんですけど、うんうん、トリガー側から見たらこのゲームをアニメ化にしようっていう時に決まった時にはまずはどのような形から入っていくんですかね。アニメ作り始める段階ではまだゲームもちゃんと完成していなくて、だからその誰もプレイも当然していないですし、ただまあどういう世界観かみたいな資料はいただいたんで、それとまあ基本的なストーリーはあの CDPR さんからこう作ってもらえるってことだったんで、だからまあ脚本もある状態でこうやればいいのかなとちょっと思ってたんですけども、やっぱりちょっとゲームとアニメの違いっていうのがちょっと進めていく中で、アニメにするんならやっぱりちょっとこうした方がいいかなみたいなところがだんだん出てきて、そのやりたいことは基本的にこういただいたまんまの基本ラインには沿いつつも、ちょっとアニメ的にはこういう味付けにした方がいいんじゃないかってこちらからも意見を出しながら作っていくっていうやり方にだんだんなっていった感じですね。ゲームとアニメのやっぱり一番の違いって、ゲームはまあそのプレイヤーというか視聴者がもう実際自分で操作してストーリーを作り上げる感じじゃないですか、うん、そうですね。でもアニメはやっぱりそのもう固定されたストーリーを見るっていうので、うんうん、やっぱりその違いをどうゲームからアニメに移ったのかっていうのはありますか、うん、なんでゲームだとこういろんな選択肢があって、その選択肢によって結末も変わっていくっていう、ストーリーがいくつもあるっていうことになるんですけども、アニメの場合は当然もう一つのストーリーラインに乗っかっていくっていう時に、やっぱりちょっとゲームよりももうちょっとその主人公に感情移入させる仕組みというか、そういう流れが必要だなっていうのはこうやりながら感じていて、なんかその当初のプロットだと結構雰囲気重視というか、やりたいことはなんとなく分かるんだけど、もうちょっとでもこの絵だとお客さんがこうキャラクターに、そのゲームだったらいいけどもアニメだ と感情移入しづらいかもなというところは感じてて、そのあたりはちょっとそうアニメなりの工夫というか味付けが必要だなと思って、そうですね、その辺からアニメとゲームの違いみたいなの意識するようになってきました。その格好でアカデミーに行くつもり？ずぶ濡れ。昨夜マックスタックに射殺されたジェームズ・ノリス元中尉の遺体から軍用インプラントが母さん、あそこにいたの？すっげえ。最悪よ、死体の山、もう行きなさい。はい。トリガーのその前の作品とも比べるとサイバーパンクはちょっと大人向けというか、うん、まあグロ要素とかもちょっと入ってるじゃないですか、うんうん、そのトリガー作品全体を見れば多分一番そういう大人向けのコンテンツが含まれてるのがエッジランナーズじゃないかなって僕の勝手な見解なんですけど、うんうん、いかがですか。まあ、おっしゃる通りですね、まあ、メインのターゲットがやっぱりゲームをする年齢の人たちをこう中心に考えることになるだろうと思ったんで、まあ、そのバイオレンスの要素もちょっと地上波だとできないよねっていうのも、逆になんかそれをテレビだと流せないようなちょっと突っ込んだ描写も入れたりとか、まあ、ゲームでここまでやってんだったら、まあ、アニメも
やって大丈夫かなみたいなところは、子供が見るというよりもその中高生以上で大人も見るようなもの、中学生でもちょっときついかなっていうぐらいのラインで考えてましたね。まあ、サイバーパンクの多分一番の見どころはやっぱりそのキャラクターのデザインはもちろんなんですけど、うん、やっぱりその設定、その背景とかその街並みの、うん、まあもう一発で、あ、これはサイバーパンクだっていう見た目をしているじゃないですか。そういうのはそのアニメとかその実写から影響を取ったものですか、それとももうそのままゲームだけを見て取った感じですか。ゲームがやっぱりその影響下に結構あるとは思ったんで、その基本的にはゲームなんですけども、まあ、ゲームを下敷きにするっていう時に自然とそういう要素も入っているかなと。実際映像作る時もそのゲーム以外の部分も素材というか発想の材料にした部分は多分意図 しないまでもこう入ってはきているのかなとは思いますね。それで言うと大塚さん的にここが一番の見どころだよっていうところありますか、エジェランナーズの中で、仮に一つ決めるとしたら。一つですかどれだろうな、まあ、そういう意味ではもちろんたくさんあると思うんですけどね、僕らもなんか普段だからアニメでテレビのアニメだとやれないようなことっていう、で新しいチャレンジみたいなのはたくさんやってるんで、それがこういろんな要素になって、まあ、表現もそうだしストーリーの中でもそうだし、そのキャラクターの作り方もちょっとアニメ一般とは違うかなというところで、そうですね、あえて言うたら本当なんかいつものアニメじゃない感じっていうのがまあ、エッジランナーズのちょっと見どころというか、そういう少し、まあ、アニメ特有のこう良さももちろん生かして作ってはいるんですけども、まあ、そこから少しずらした部分がちょっと目新しさで興味を引くんじゃないかなとは思ってます。やっぱりそのネットフリックスで載っているアニメである以上、まあ、世界中の人々が見るじゃないですか、うんうん、はい、そういう面で言うとその日本人向けにちょっとアニメ風の描写が多いのか、それとももう海外受けを重視に作ったのかっていう、そういう目線で作ったことがあります。まあ、ゲーム自体がちょっとグローバルを意識しているというか、その特定の地域で見られるっていうことではなく、まあ、世界中の人がプレイするっていうのはあの前提で作られていると思うんで、そのまあアニメでもそういうこう世界中の人が見るだろうっていうのは意識はしてましたけど、だからじゃあことさらなんかをこうそこを意識してというよりも、やり方としては自分たちがいつもやってるようなことの延長上でやってるので、まあ、そこはなんか変えようがないというか、まあ、なんかそれ意識しすぎると本来の自分たちの良さもなくしちゃうとは思うんで、トリガーさがなくなっちゃうというか、そうですね、うん、まあ、もちろんちょっと広げる感じはしてるんですけど、元にあるのはそのトリガーとしてのアニメの作り方で、それをもうちょっとこう拡大はしているんですけども、根っこの部分はいつもと変わらないという気持ちではやってました。それはでも一トリガーファンとしては安心しましたそれが聞けてそのストーリーのでもお話を作る段階では自分でもこう、まあ、シナリオ書いたりするんですけども、アニメっぽくないなとか思いながらもずっと書いてたんですけども、絵コンテのあたりからもう一段アニメに引き寄せられた感じがして、うん、自分がちょっと実写っぽいなと思った部分もなんか根底になると、あ、なんかアニメっぽくなったなと思ったしさらに動きがこう作画が加わることでまたよりこうアニメっぽさが付け加えられたりして、なんかその幅の広さには、だからそのスタートでもうちょっと実写よりと思ってたものがだんだんこうアニメに寄っていく様が、まあ、僕自身もこう作ってて面白かったですね。そういう混ざった新しさみたいなのがあるんじゃないかなとは思います。では最後に、まあ、Netflix で上がるということで、まあ、多分数百万、まあ、もしくはもっと見てくれる方々がいると思うんですけど、世界中の方々がいると思うんですけど、大塚さんからその視聴者の方々にメッセージを一つお願いします。あ、はい、まあ、ゲームをプレイしてくれた方がたくさん見てくれると思いますし、まあ、これまでトリガーを追っかけてくれたファンの人も見てくれると思うんですけども、まあ、どちらが見ても多分楽しめる作りにはなっていると思うんで、逆になんかトリガーから入った人は、さらにゲームもプレイしてほしいし、ゲームから入った人には逆にこれからのトリガー、あ、過去のトリガー作品も見てほしいなと思いますし、これ多分アニメ単体よりもこうゲームとアニメ
両方やった方があのより楽しめるような作りになっていると思うんで、まあ、ゲームだけアニメ単体でもどちらも楽しめるんですけども、こう2つを知ることでそのさらにこう楽しめる部分がかなりあると思うので、ぜひアニメとゲーム両方あの見てほしいなと思います。大塚さんありがとうございました。ありがとうございました。